その居合道の最高段位は8段です。初段は13歳以上で1級を取得している人から挑戦することができます。ただ8段に挑戦する条件として基本的には最短でも初段の取得から31年もの時間が必要となります。全日本剣道連盟によりますと8段は今年134人が受けて合格したのはわずか3人、合格率は 2.2% でした。非常に狭き門なんですね。また段位とは別に半紙、教師、練士という称号もあって、練士は6段から挑戦できるんですが、最高位半紙は8段の取得後8年を経過しないと挑戦することができません。さらに地方連盟らの推薦も必要となります。で、今回明らかになった問題はですね、半紙の取得に際して全日本剣道連盟の委員から650万円の金銭を要求されたという告発状が提出されました。で、これに関しましては先ほど VTR でもありましたが、連盟側が調査した結果証拠を確認することはできませんでした。で、結局連盟はこの金銭授受については認めていません。一方でこの告発とは別の8段の審査については元委員長などが金銭を受け取っていたことが判明し、関与した8人が処分されていたことが分かりました。